これをもらってきたのでこれを食べたいと思います。いただきます。よし、お腹すいた。いただきます。うん、あっこ、うまっ。あとねこれかなんかもう一個あってんけど、なんか唐揚げみたいなやつ。でもそう、大西はねアットジャムの自分のイベントが始まる前からこのハンバーグの方を取っててね、確保しててね、そう帰ったら食べようと思って楽しみにしてたの。うまっ。ということでご飯を食べながら、なんか仕事の連絡来た。あの後で返そう。ちょっと早めに終わろうか。メールも送りたいしね。まあ本日は、今日は24時間テレビとアットジャムに出演させていただきました。うん、まずは24時間テレビですね。今ね、もうさっき30分前か見終わったんだよね。美味しい、ほんと今帰ってきてお弁当温めてレッツゴーって配信したから最後見れなかったんですけど、さあ私たち AKB は会いたかったメドレーで AKB48 の会いたかったを披露させていただきました。去年も出演させていただいて24時間テレビには、そう去年は5人だけだったかな。で盆踊りを踊ったんですけど、盆踊りみたいな、そう踊って、私は16人で KB の曲をパフォーマンスできてとっても嬉しく思っております。で前は、前もリハーサルはなかったのかな。大西あったとしても去年は行けてなくて、リハーサルに24時間テレビの、でも前日ぐらいには自分の立ち位置の動画が送られてきてたから多分あったのかなと思うんですけど、そうあったんだよ多分。でも今日の24時間テレビはあの本当当日もう CM の合間に場当たりみたいな感じで、だから曲も一回つるっと通せず、でいつもあのテレビで曲を披露させていただくときって現場でバータリーカメリハランスルーっていうで本番があるんですよ。まずその現場に行ってバータリー1回口歌でやってみて、2回目カメリハカメラ含めてのリハーサルで、3回目ランスルーっていう本番通りにやってみるやつで、次が本番っていう4回やるのね。でまあその合間にいつもみんなで合わせてとか控え室で練習してみたいなっていう感じで、本当に年には年をぐらいの感じでいつも本番に挑ませていただいてるんですけど、今回は本当生放送だったから、そうカメリハが今回なかったので、だから自分がどの瞬間に映るのかも分かんなくて、本当緊張って感じだったんですけど、そうありがたいことにカメラがあのそう近づいてきてくださって、そう今回は見つけやすかったんじゃないでしょうか。そうその前のそう提供っていうか、そうこのあと会いたかったメドレーみたいな時もそうさせていただいたりとか、あとアンビシャスジャパン、 TOKIO さんの
そう曲をみんなでその会いたかったメドレーを歌った皆さんで歌わせていただいて、そう上手は新鮮でしたって、そういつもと逆にいたでしょ大西、そういつもは下手にいる人なんですけど今日は上手にいました。そう我が友よ、そうとても楽しかったです。そうとっても嬉しかったです。もう一口食べよう、うん、うん、泣いたかったも楽しく歌えたし、あと個人的にはそれこそね、あのアンビシャスジャパン TOKIO さんの曲をみんなで歌えて、あのそう大西の斜め前からそうジャニーズさんの方々がいらっしゃって、そう大西の斜め前に菊池さんがいらっしゃって、でそこからそうそうそうたるメンバーの皆様がいらっしゃったんですけど、そうあれ大西ももしかしてジャニーズみたいなそう疑似体験ができて嬉しかったあれ大西TOKIOさんの曲歌ってるってことはもうこれは大西もジャニーズさんにいやもうそんななんですけれどもそんなね入れるような人間ではないんですけど、そうわなんかジャニーズさんに入った気分だなって思いながらそう歌ってたいつか黄色い声援をもらえるように頑張るわそういたら押しますって本当に、もしあの何声援が OK になって大西がもしコンサートとかでまた奇跡は間に合わないとか歌う機会があったらみんな絶対キャーって言ってねもう男の子も女の子ももうキャーって黄色い声援送ってそれ楽しみにしてるじゃん、頑張ってね高音出せるようにのぶといキャーもいいけどね、ちょっと頑張って練習しといてそう、発声練習しといて、もう一度キャーって言われたい男の子も女の子も発声練習しといて、うん、うん、そんな感じで疑似体験もできたということで、おにし、お水、あ、水こんなとこに入れちゃってたのか、あ、そう、そんな感じで24時間テレビ本当に楽しかったです。うん、でその後はアットジャムでございました。
そう、今回チームメイトは何ステージだったかな、美味しそうなステージだったんですけどね、名前が赤系の果物のさくらんぼステージやったんけあ、ストロベリーや惜しかった惜しかった、そう、ストロベリーステージのあの鳥をさせていただいたんですけれどもそう、あ、なんか全部美味しそうなステージの名前でさ、そう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 、鬼たちはストロベリーステージ、ん、あ、これじゃないのか、あ、あ、そっか、鬼最後だと思ってた、ごめんなさい失礼いたしました、そっかそっか、そうでね、今回は初めての、大西にとってはかもしれへんけど、大西にとっては初めての自己紹介なしの8曲連続披露してそのまんま終了するっていうすごい新鮮な、すごく新鮮なイベントでした、うん、誰がやろうって言ったの、あのエイトのマネージャーさんです。本当にこの夏、まあ、チームメイトもそうやけど AKB が本当にたくさんイベントにありがたいことに出させていただいたので、同じようになっちゃうねって多分なって、だからエイトの昔からいるマネージャーさんが今回は8曲連続でやってみようってなって、そう、楽しかった、めっちゃ、もう何の曲の後に何が来るか、もうドキドキハラハラのうちらもそう、うん、でもめちゃめちゃ楽しかった。50分に終われるようにするね。全然食べれてない。うん。楽しかった。あとはね、あの大西のことをよく知ってくださってる方は知ってるかもしれないんですけど、あの大西の、大西のっていうかチームメイトの一個前の出番に、あの桃色クローバー Z さんのアーリンさん、佐々木彩香さんの出番ソロであって、でまあなんだろうね、こうちょっと出番が離れてたら多分お話とかできたんやと思うけど、続けてだったので、私たちお話とか写真とか全然そういう感じじゃなくて、我々ももう本番だったしっていう、そう感じだったので、お話とかお写真は撮れなかったんですけど、でも9年目にして初めて会えてっていうか、一方的かもしれんけど、本当に AKB に入る前、本当もう高校の時大西アーリンって呼ばれてたんですよ、友達から一部のちょっとなんか話したことあると思うけど、うん、っていうぐらい本当に好きで、あれ知らん、言ったことないっけ、そう大西がアーリンだよって言いすぎてアーリンって高校1年生の時に呼ばれてて、っていうぐらい本当に好きで、だから AKB 入ってからも、まあ、チームメイトって結構全力っていう感じだったじゃないですか、だからその中でも私は AKB の中のももクロさんを目指そうみたいな、最初ね、そういう心意気でやってたんですよ、っていうぐらい本当に大好きで、でもこう急今までやってきて、他のメンバーとかは結構合ってることもあったんですけど、大西はそのチャンスがこう
あんま巡ってこなくて、でほんと9年目にしてやっと 見れてっていうか、そう同じステージに立てて、そうなんかもうね、ほんと泣いちゃダメだと思ったから泣かなかったけど、そう成長したの。そうだから舞台裏で、そうアーリンは反抗期と、だってアーリンなんだもんが聞こえた瞬間にもうやばすぎて、そうもうだから恩師たちはこの舞台の裏でずっとスタンバイしてたから、音聞いたり、あの大きい画面の反対みんなから見て、こうちょっと隙間があるのよ、だから反対側からちょっと反転になってるのを見たりとか、もう本当に幸せだったし、アーリンさんがはけてきた方向に私たちスタンバイしてたんですよ。そこにいらっしゃる。もうね、ほんと。もうね、今思い出しただけでちょっと涙出てきそうなんですけど。いや、でもほんとにね、嬉しかった。し、あの、タイミングがあったらなんか、っていうのを、あの、スタッフさんに話してたんですよ。そしたら、あの、終わった後、そう、タイミングがやっぱ合わなくて、私たちもこうすぐ出ないといけなかったので、タイミング合わずって感じだったんですけど、そうあのももクロさんのマネージャーさんが、あすいませんって、なんかそう撮りたい、なんかね喋りたいって言ってくださってたのにみたいな、マネージャーさんがそうわざわざ挨拶に来てくれて、もういやもうね、正直喋れなくても写真が撮れなくても、なんかもう大西は胸がいっぱいすぎて本当に幸せでした。そうそう本当に幸せでした。やばい、ご飯冷めちゃう、やばい、言うてる間にも47分だ。うん、ということで本当に素敵な一日でございました。あとね、やっぱなんでもないわ、そんな感じでありがとうございます。ということでですね、ちょっとお仕事のなんか急ぎっぽいやつも着てたので、ちょっと終わって返したいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位 SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がルーさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がツインピーマンさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということで、では本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？
うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではメール待っててね。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。